今うぜえって言ったかクソ炎。超うぜえよ変態野郎。取り合ったらサラサラ野郎。熱くしんだよ。また始まっちゃった。ルーシー、僕と二人で愛のチームを結成しないかい。今夜二人では。君って本当に綺麗だよね。サングラスを通してもその美しさだ。でもいいんじゃ、ナツとグレイはいるか。はい。いやいや、エルサ、俺たち今日も仲良くやってるぜ。はい。ナツがハッピーみたいになった。そうか。親友なら時には喧嘩もするだろう。しかし私はそうやって仲良くしているところを見るのが好きだぞ。いや、親友ってわけじゃ。はい。こんなナツ見たことないわ。ナツは昔エルザに喧嘩を挑んでボコボコにされちゃったのよ。あのナツが？ずっとチームだと。エルザとナツとグレイ、今まで想像したことなかったけど、これってフェアリーテイル最強のチームかも。え、止めてないし。だってすまない、待たせたか。あ、エルザさん、すでに荷物を。今日も仲良く行ってみよう。アイさん出た、ハッピー2号。うん、仲のいいことが一番だ。で、君は？確か昨日フェアリーテイルにいて。新人のルーシーです。ミラさんに頼まれて同行することになりました。よろしくお願いします。私はエルザだ、よろしくな。そうか、君がルーシーか。傭兵ゴリラを小指一本で倒したというのは君のことか。力になってくれるならありがたい。よろしく頼む。